私の河合慎です。動画をご覧になってくださりありがとうございます。今回の動画でですね、今月13日、論理デー、世界論理デーの前日、2023年1月13日にですね、開催しました論経祭、by 論経社といったとこですが、の第0回について振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、まず第一にですね、コンパスで5名募りましたところ、6名のご応募いただきまして、満員御礼を申し上げるとともにキャンセル待ちのお詫び申し上げます。ありがとうございました。そして、申し訳ございません。懲りずに、論経祭第2回ですね、ごちゃごちゃですね、第1回ですね、こちらが、2月4日に開催予定ですよね。ぜひご応募ください。よろしくお願いします。特にですね、今回第1回ですね、第0回から始めると直感とそぐわなくて結構まあ参るんですけど、私がやったことなんで、第1回やったらこれが初回っていう、そういう顔でやりますけど、第1回では公募公演も募集しておりますので、ぜひ応募のほどよろしくお願いします。第0回は、私の発表、これカーリー・ハワード対応に関する、いつものやつですね、論理学友の会、例会から続いているものと、相談会、質問相談会という、この2本の柱でやらせていただきました。まあ、発表についてお話しして、相談会について、ちょっとコンプライアンスとかありますけど、可能な範囲でお話しした後に、まあ、ちょっと全体的な話とかして、というような構成を考えております。よろしくお願いします。ということで、まず発表について、私の発表ですね。カーリー・ハワード対応から始める数理論理学の第7回ラムダ計算ということでやらせていただきました。ちょっと今回特に構成上分かりづらかったかなというところがありました。これフィードバックいただきました。本当にありがとうございます。ただ、テキストをご覧になれる前提でちょっと発表を組み立ててしまっているところがございまして、幾分の丁寧とテキストを買ってくださいねという、まあ、そういう気持ちがございます。ですが、まあ、一通り発表をだんだん終わりが見えてきまして、連続発表をこう最後までやったら、その先を、まあ、第2週目という形でやっていきたいなというような気持ちも芽生えてまいりました。まあ、決定版みたいなのができればね、ユーデミとかああいうところで公開できてもいいかなと思います。というあたりですかね。まあ内容的な部分を置いておきましょう。はい。ということで次が相談会、質問相談会についてなんですが、まあ一番大きかったのはやっぱり自然塩基100大ノックに関する、たくさんのフィードバックがいただけたことかなと思います。それ以外にですね、個別のこういうふうに受講したいんだかみたいなご相談もいただきまして、非常に参考にはなりましたし、ご提案できるものもあったかと存じますが、それは話せないので、100大ノックに関するですね、ご質問といただきまして、本当にありがたかったです。またこのようにですね、論経社の教材を使ってみて分かんなかったところとか、そういうのをこう論経祭の中で、質問いただくっていうのは全然我々はその想定している論経祭の使われ方ですので、ぜひご活用いただければなと思います。まあ、このまま自然100大ノックに関してお話しさせていただきますが、回答例がね最後に載ってるんです。88と100の回答例が誤っているということが分かり、こちら本当にご質問ありがとうございます。本日、まあ、動画撮影の本日ですね、2023年1月15日に改訂版第2版アップロードしました。ダウンロードよろしくお願いしますということで、改訂版では、88と100の正しい動詞図になったバージョンの、回答例と、まあ、ちょっと曖昧さが残っていた場所がありまして、括弧の付け方について誤色とも言えない、誤色とも言える、グレーなやつなんですが、そこを訂正させていただきました。まあ、そういった感じですね。まあ、ともあれ、御礼申し上げますというところで、本当にご質問いただき、ありがとうございました。我々の、至らぬとこと言いますか、もっとここを教材こうしたらいいんだなっていうフィードバックになりましたので、本当にありがとうございます。まあ、運営してみてっていうことなんですが、
7人規模6人規模のウェビナー、ズームによるウェビナーを開催するっていうのは、まあ、できるなというのは、まあ、今までやってきましたしできるなというのは実感としてあるんですが、はい、なんせそうですね、発表も司会も全部自分だということになるとやっぱ久々で段取りが悪かったところがあったんで、もうこれ第1回にフィードバックして、フィードバックじゃないですね、まあ、第1回に行かせていけたらなと思っております。まあ、話をですね、まとめさせていただくと、論掲載これからもやりますので、ぜひ参加登録の方よろしくお願いします。概要欄に第1回へのリンク貼っておきます。また新駅100台の句、せっかく今日改訂版出しましたので、こちらもぜひ初めてだよっていう方もダウンロードいただけたらと思います。こちら無料ですのでよろしくお願いします。動画最後までご覧くださりありがとうございました。論芸者応援してるよ、動画良かったよという方はいいねボタン、高評価、そしてチャンネル登録、こちら忘れずによろしくお願いします。で、今日言及いたしました、様々な、イベントとか、教材に関しました概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひご覧ください。では動画ご覧くださりありがとうございました。論芸者代表講師川慎でした。